どうしてダダロネームヨッピーさんからいただきました。決め台詞発射3秒前2、1、どうぞ。なあ、背中のファスナー開いてるぜ。俺が閉めてやろうか。あんあんあんこれ、あの台本書いてる方も突っ込んでるんだけど、着ぐるみかって書いてあってそうですね。あんなんか入ってんの中に、誰が誰に言ってんのこれ。ヨッピーさん男性ですけど、ドレス、ドレスかな、ドレスか、なんかドレスコードのあるところに行ってるの。ああ、なるほどね。着ぐるみですよね、もうね、ファッシーだよね、きっとね。うん、あいつぜ、ブシャーってしてるぜ、俺が締めてやろうかってね。単純に優しいよね。優しい人だよね。ありがとうございます。うん、小沢ちゃんだってこんなこと言われたらどうするんだって。あ、背中のファスナー開いてるぜ、俺が締めてやろうか。どこ見てんのよってね。普通に考えてね。今日キレッキレですね。いやー、さすがです。次行こう。最後です、うんうん、ちつだろネームマミ小芝さんからいただきました、うん、決め台詞発射3秒前2、1、どうぞ。綺麗な夜空だね。それじゃあ僕の瞳に乾杯。お前かい。本当だよ、その通りだよ。これはね、これはちょっとこれツッコミ待ちでしょ。要は誘ってるわけで、これ王道かなって思ったら、あーお前かいだでしたね。ドスルーしてやろ。うわ、逆にね、こんなこと言われた時には。そうですね、ツッコミ待ちだったら確かに、ね、うふって言ったよもう。あ、乾杯。はあ、いやー、嬉しいコーナーだったぜ。私ちょっと手がしびれてます。あ、手しびれるよね、これ多分聞いてる人たちもね、しびれるだろうね。本当ですか。うん、じゃあ今回この辺で本当勘弁してください。はい、以上、みこしばみこと役の、あ、違った、みこしばみことの聞いてるこっちが恥ずかしいわでした。